まずクレッシェンドラブです。今年2000年前後の日経賞を振り返りましていかがでしょうか。いやもう本当に、上手に、競馬してくれて本当にいい競馬してくれたなっていうふうに思っております。8歳になりましたがまだまだ衰えは感じられませんか。いやさすがにもうフィジカルという面ではそのさすがに上積みはというところがありますけれども、その分その何と申しましょうかメンタルの部分で随分大人になって本当に人馬のコミュニケーションがよりスムーズに取れるようになりまして、今までは結構豪快な反面ちょっと荒削りな競馬でしたけれども、若い頃は前走前前走と本当にジョッキーの指示に忠実に応えてくれて本当に上手な競馬ができるようになって、そういう意味ではまあ本当にメンタルの部分の成長というのが前走前前走の結果につながっているのではないかなというふうに思っております。やはりレースを見てこれならもう一度 G1 へという思いが高まったんです。そうですね、どうしても今まではそういう後ろからまくる形とかが多かったので、中距離戦線使わせていただいてたという経緯もあるんですけれども、すごい今回前走前前走とああいう形で競馬させていただいて、本当にいい結果も出ましたし、これであれば3200m の天皇賞であってもいい競馬できるのではないかなということで、挑戦させていただいた次第です。ここまでの中間の具合はどうでしょうか。本当に前走終わりました後に、一旦天候トレーニングセンターさんの方に戻りまして、でレース翌週に早いところまでやっていただいて、でその上でレース後 その早いところをやった反動もないですし、これなら天皇賞に迎えるでしょうというようなお話を天候トレーニングセンターさんからいただきましたので、2週後の火曜日に入居してこちらの方に向けて調整させていただいて、その後も本当大変順調で最終追い切りもいい動きでした。その最終追い切りウッドコースの合わせ馬、どのような指示を出されたんでしょうか。いや先週しっかりやってますし、内田さんの方には、前の馬がある程度のペースで引っ張るので、もうしまいそのやるやらないも含めて、まあ、内田さんのさじ加減でやっていただければという形でも内田さんに全面的にお任せという感じで、お願いさせていただきました。ご覧になっての評価としてはどうでしょう。いや本当にいい動きだったと思います。大一番へ向けてこれならという思いが高まりました。そうですね、本当に8歳馬ということで、本当にこれだけ長く本当に元気続けてきて、またこういった大きな舞台に立てるっていうのは本当に嬉しいことなので、なんとかいい結果出せたらなというふうに思っております。 3200m の舞台としてはどうでしょうか。いや本当に前走日経賞これまでは結構ジョッキーの方からも2500がギリギリかなっていうような以前の競馬スタイルですと評価いただいてたんですけれども、前回内田さん2500でああいう競馬してくださって、これなら距離伸びても大丈夫というようなお話いただけましたので、そこに関しては全く心配しておりません。長丁場のレース、どんなレースを期待されますか。そうですね、やっぱりこう前走前前走と本当に上手に立ち回ることができたので、できたら内目の枠をいただいて、前走前前走みたいな競馬ができたらというふうに思っております。枠順が一つの鍵でしょうか。そうですね、ではファンに向けて最後一言お願いします。そうですね、本当に8歳になってもこうやって元気に走ってくれてるクレッシェンドラブ号って本当に私も本当にすごい素晴らしい馬だなと思いますし、そういった馬をこうやって管理させていただけることは大変光栄なことですし、なんとかいい走りをお見せしてファンの皆様に喜んでいただけたらと思いますので、応援の方よろしくお願いいたします。